CSS マスコギーは南北戦争中のアメリカ連合国海軍の総甲昇格艦であるが浸水前に CSS ジャクソンに名前が変更され南軍側の記録もすべて総甲艦ジャクソンとなっているマスコギーの名前はジョージア州の軍に由来するマスコギー・ジャクソンはチャタフーキー川沿いのジョージア州マスコギー軍コロンバスで1862年に 建造が開始された。浸水、収益は1864年12月であった。コロンバス海軍交渉がマスコギー、ジャクソンの機械類を供給したが、いくつかの問題があったため、北軍の封鎖艦隊に対する作戦には参加できなかった。1865年4月初旬、依然として偽装は完了していなかったが、4月16日、未完のマスコギー、 ジャクソンはコロンバスの戦いの際に北軍機兵隊によるウィルソンの襲撃によって焼かれて沈没した。艦の残骸は1960年代にベニング要塞近くの川底から引き上げられ、現在はコロンバスの国立南北戦争海軍博物館に展示されている。ありがとうございます。